ティレル001は、ティレルが1970年の F1 世界選手権参戦用に開発した F1 マシン。チームが開発した初のオリジナルマシンであった。設計は、デレックガードナー。001は5戦に参戦、4戦でリタイアし、1戦で2位に入賞した。ティレル001のコックピットチームオーナーのケンティレルは1970年シーズンに、 使用したマーチ701に失望し、オリジナルシャシーの製作を決心した。彼はデレックガードナーをデザイナーとして採用し、自宅で秘密裏に設計を行わせた。計画はスペシャルプロジェクトの頭文字を取って SP と呼ばれ、ティレルは2万2千ポンド以上の自己資金を費やした。完成したマシンはオールトンパークで行われたノンタイトル戦でデビューしたが、リタイアとなった。 第11戦のカナダグランプリでジャッキー・スチュワートいきなりポールポジションを獲得したがアクセルの故障でリタイアしたアメリカグランプリでは再びレースをリードしたもののオイル漏れでリタイアとなったメキシコグランプリは20万人の大観衆をコントロールするのが困難となりレースがほぼキャンセル寸前となったため開始が遅れた観衆はガードレールの前に押しかけ コース際に座り、コースを走って横切ったりした。スチュワートと地元のヒーローのペドロ・ロドリゲスが熱心に訴えたが、監修は依然として混乱の状態にあった。レースが始まり、スチュワートは犬を引いたためサスペンションを破損、リタイアとなった。1971年シーズン開幕戦の南アフリカグランプリでスチュワートはポールポジションを獲得したが、 フェラーリのマリオ・アンドレッティに敗れ2位となった。ツチュワートはこのシーズンの残りを001に変えて003を使用した。シーズン最終戦のアメリカグランプリでピーター・レブソンが001をドライブしたが、クラッチトラブルでリタイアに終わった。ティレル001、2008年のシルバーストン、クラシックでティレル001が獲得したのは6ポイント。残り67ポイントはティレル00に及び、 キレるレイレイさんによるポイント、ありがとうございます。